こんにちは。今日はダイソーのリサイクルポリエステル系と段染めを使ってとっても簡単なノースリーブワンピースを編んでいきます。使うかぎ針は7号です。こちらのノースリーブワンピースは作り目から編み始めて前身ごろと後ろ身ごろを2枚編みます。スカート部分は輪に編んでいきます。それではまず作り目から編んでいきます。鎖編みが4目、1、2、3、4、針に2回糸を巻きつけて1つ目の鎖編みに針を入れて長々編みを編みます。作り目が1回できました。2回目からは鎖編みは3目です。1、2、3、針に2回糸を巻きつけて長々編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長々編みを編みます。作り目が2回できました。次は3回目、鎖編みが3目、針に2回糸を巻きつけて長々編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長々編みを編みます。これを繰り返して肩幅になるまで編んでいきます。作り目が15回できました。長さは平置きで33センチぐらいになっています。サイズ変更をされる場合、奇数であれば何回でも大丈夫です。こちらの作り目は肩の幅になります。模様編みを編み進めていきますと、身幅の方は広くなっていきます。身幅の方はこちらのスカート部分の切り替えのところで広げることもできます。模様編みで広がり、さらにスカートのところで広げるので、今は肩の幅を重点的に考えて作り目を作ってください。それでは1段目を編んでいきます。作り目の下側が鎖編み側、上側が長々編み側になっています。1段目は長々編みの方に編んでいきます。鎖編み3目で立ち上がって、1つ目の作り目に長編みが1、鎖編みが1、同じところに長編みが1、次の作り目に長編みが1、鎖編みが1、同じところに長編みが1。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んでいきましたら、この一番端の鎖編みのところに長編みが1。これで1段目が編めました。次は2段目。鎖編み3目で立ち上がって編み地を裏に返します。この長編みと長編みの間に長編みが1。鎖編みが1、同じところに長編みが1、次の長編みと長編みの間に長編みが1、鎖編みが1、同じところに長編みが1、次の長編みと長編みの間に長編みが1、鎖編みが1、長編みが1。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んでいきましたら、この一番端の立ち上がりのところに側にとって長編みが1。これで2段目が編めました。次は3段目繰り返しです。鎖編みが3目で立ち上がって編み地を裏に返します。
長編みと長編みの間に長編みが1、鎖編みが1、同じところに長編みが1。これを繰り返して最後まで編んでいきます。3段目が編めましたら4段目、5段目と繰り返ししばらく編み進めていきます。10段まで編んできました。長さは12センチぐらいになっています。11段目からは模様編みが変わります。鎖編み3目で立ち上がって編み地を裏に返します。1つ目の V の模様編みには先ほどと同じ長編みが1、鎖、長編みが1。次の V のところは、長編みが2、鎖編みが1、同じところに長編みが2。次は、先ほどと同じ、長編みが1、鎖編みが1、同じところに長編みが1。次の V のところは、長編みが2。鎖が1、同じところに長編みが2。このように最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、立ち上がりのところに束にとって長編みが1。これで11段目が編めました。次は12段目繰り返しになります。鎖編み3目で立ち上がって編み地を裏に返します。この V の模様編みのところに長編みが1、鎖編みが1、長編みが1。次の2目と2目の間には同じように長編みが2、鎖編みが1、同じところに長編みが2。次は V のところですので、長編みが1、鎖編みが1、同じところに長編みが1。このように交互になるように最後まで編んでいきます。12段目が最後まで編めましたら、13段目、14段目と繰り返ししばらく編み進めていきます。16段まで編んでいきました。長さは20センチぐらいになっています。幅は42センチぐらいになっています。次は17段目、編み方は同じです。こちらの目数が2目から3目に変わります。17段目、18段目と繰り返ししばらく編み進めていきます。20段まで編んできました。肩線からの長さは27センチぐらいになっています。幅は45センチぐらいになっています。こちらの肩線から20段編んで長さは27センチ、幅は45センチになっています。こちらの長さの方は下のスカート部分がつきましたら重みで下がります。私は20段で終わりにしますが、もう少し長く編みたい方は21段、22段と同じように繰り返し好きな長さになるまで編んでください。私はここで終わりにしますので、もう一度糸を引き抜いてここでカットします。これで身ごろが1枚編めました。それではもう1枚の身ごろを編んでいきます。こちらが作り目のところ、作り目の編み始めの糸端が右側になるようにして、この作り目の3回目と4回目のこの長々編みの頭の1本と足の1本にマーカーをつけます。こちらが肩の部分になります。反対も同じ、作り目の1、2、3回目と4回目の間、この
長々編みの頭の1本と足の1本にマーカーをつけます。こちらが襟ぐりになります。作り目の数を変更された方はこのマーカーはどこにつけていただいても大丈夫です。マーカーの内側から内側までで頭の通る大きさにしてください。先に編んだ方が後ろ身頃、次に前身頃を編んでいきます。前身頃はここが1段開きます。編み方は先ほどと同じです。まずはこちらの作り目の糸端がある鎖編みのところに針を入れて糸をかけて持ってきます。鎖編み3目で立ち上がって1つ目の作り目に長編みが1、鎖編みが1、同じところに長編みが1、次も同じ、次の作り目に長編み、鎖、長編み、次も同じ。マーカーのところまで来ました。ここからはこちらの作り目と同じ数の作り目を編んでいきます。私はここが9回ですので作り目を9回編みます。鎖編みが3目、針に2回糸を巻きつけて長編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長々編みを編みます。これをあと8回繰り返します。作り目が9回編めましたら、このマーカーの次の作り目のところに長編みが1、鎖編みが1、同じところに長編みが1、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、この長々編みの頭のところに長編みが1、これで1段目が編めました。次は2段目、編み方は同じです。鎖編み3目で立ち上がって編み地を裏に返します。 V の模様編みのところに長編み、鎖、同じところに長編み、これを繰り返して作り目のところまで編んでいきます。作り目のところまで編んできました。ここも同じように長編みが1、鎖編みが1、同じところに長編みが1、これを繰り返して最後まで編んでいきます。作り目の最後まで編んできましたら、ここからまた V の模様編みのところに同じようにして最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、この立ち上がりのところに側にとって長編みが1、これで2段目が編めました。ここで一度首が入るかどうか確認してみてください。こちらのマーカーは外しておきます。次は3段目、繰り返しになります。3段目から10段目まで同じようにして編み進めていきます。前身頃を10段目まで編んできました。ここからは後ろ身頃と同じように11段目から20段目まで編んでいきます。前身頃を20段まで編んできました。そうしましたら、ここから前身頃と後ろ身頃を続けて編んでいきます。
こちらの20段目の編み終わりから編み地を裏に返します。そしてこの2目目と3目目の長編みの間に針を入れて引き抜き編み、ここから鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。さらに鎖編みが1、同じところに長編み、長編みを3目飛ばしてこの鎖編みのところに長編みが3目、鎖編みが1、同じところに長編みが3。次の V の模様編みのところに長編みが1、鎖編みが1、長編みが1。これを繰り返して前身頃の端のところまで編んでいきます。前身頃の最後の V の模様編みのところまで編んでいきました。そうしましたらここから作り目の要領でまちを編みます。まちを編みましたらこの後ろ身頃に続きます。鎖編みが3目、針に2回糸を巻きつけて長編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長々編みを編みます。まちが1回できました。まちは奇数であれば何回でも大丈夫です。私はまちを1回にしておきます。この後ろ身ごろの V の模様編みのところに長編みが1、鎖編みが1、同じところに長編みが1。これで袖ぐりができました。そして長編みを3目飛ばして長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3。これを繰り返して後ろ身ごろの最後まで編んでいきます。後ろ身ごろの最後の V の模様編みまで編んできました。ここからまちを編みます。鎖編み3目、針に2回糸を巻きつけて長編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長々編みを編みます。私は先ほどまちが1回でしたのでこちらもまちを1回編みました。そして編み始めのマーカーの目に引き抜き編み、これで前身頃と後ろ身頃がつながりました。こちらも袖ぐりができています。このような状態になっています。それではここからスカート部分を輪に編んでいきます。それではスカート部分の1段目、まずは鎖編み1、そしてこの V の模様編みのところに引き抜き編み、ここから始まります。鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。同じところに長編みが2、鎖編みが1。この長編み3目と長編み3目の模様編みのところに長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3、鎖編みが1。次の V の模様編みのところに長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3、鎖編みが1。これを繰り返して次のまちのところまで編んでいきます。まちのところまで編んできました。
ここも同じように長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3、鎖編みが1、そしてまた先ほどと同じようにして最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、この編み始めのところに長編みが3、最後は鎖編み1ではなく細編みでつなぎます。マーカーの目に針を入れて細編み、これで1段目が編めました。次は2段目、鎖編み1で立ち上がって長編み3目とこの立ち上がりの間に側に取って細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編みが3目、模様編みと模様編みの間に側に取って長編み、鎖編みが3目、長編み3目と長編み3目の間に細編み、鎖編みが3目、模様編みと模様編みの間に長編み、鎖編みが3目。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編み、これで2段目が編めました。次は3段目、この穴に針を入れて引き抜き編み、ここから始まります。鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。同じ穴に長編みが2、鎖編みが1、長編みを飛ばして次の穴に長編みが3、鎖編みが1、細編みを飛ばして次の穴に長編みが3、鎖編みが1、長編みを飛ばして次の穴に長編みが3、鎖編みが1。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、最後は鎖編み1ではなくマーカーの目に針を入れて細編みでつなぎます。これで3段目が編めました。次は4段目、1段目と同じです。鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。同じところに長編みが2、鎖編みが1、長編みを6目飛ばして次の穴に長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3、鎖編みが1、長編みを6目飛ばして次の穴に長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3、鎖編みが1。これを繰り返して最後まで編んでいきます。4段目が最後まで編めましたら、2段目の模様編みに戻ります。このように3段1模様で好きな長さになるまで編み進めていきます。スカートの模様編みを16模様編んできました。肩線からの長さは平置きで97センチぐらいになっています。最後はこの4段目の模様編みで終わっています。私はここで終わりにしたいと思います。最後のこの細編みでつないだところは、一番最後の段だけは鎖編み1をして
この編み始めの目に引き抜き編み、そしてもう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。裾の糸処理ができましたら、次にこちらの袖ぐりの縁編みを編んでいきます。こちらの袖ぐりの脇のまちのところに針を入れて糸をかけて持ってきます。まちを何回か編んだ方は真ん中のまちから編み始めてください。鎖1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編みが1、そしてこの V の模様編みの横の立ち上がりのところ、この身ごろの最後の段になります。この立ち上がりのところに細編み、鎖編みが1、次の段の端の目に細編み、鎖編みが1、次の段の端の目に細編み、これを繰り返して肩のところまで編んでいきます。肩のところまで編んでいきました。ここが作り目になっています。ここも同じように最後の段に細編み、鎖編みが1、そして後ろ身ごろの一番上の段に細編み、鎖編みが1、次の段に細編み、鎖編みが1、次の段に細編み、鎖編みが1、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編み、これで縁編みが編めました。もう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。糸処理ができましたら、反対の袖ぐりも同じようにして縁編みを編んでいきます。どちらも袖ぐりの縁編みが編めましたら、これで完成になります。とっても簡単に、とっても素敵なノースリーブワンピースができました。平置きでは97センチぐらいでしたが、着用時には120センチ近くになっています。こちらのワンピースはポリエステル系と段染めが8玉で編めます。ぜひお好みの色で編んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。